ったと言いたいと合ってませんけど、この人が書いた有名なのが原始四録、本当は原始録って言うんですけど、4冊分冊になってます、原始四録という本なんです。ここまで思想で言ったらかなりいい線いきます。セオリーがピシッと入ります。で、この原始四録をですよ、例えば一番好きだった政治家はあの小泉純一郎さん、小泉純一郎さんはだから山岳会と、若くして学べばそうにして良くないとかうんぬんって山岳会言います。で、この時にエピソードとしては田中真紀子さんという方が外務大臣をお務めになってたと。で、あまりにもその行動が不埒であるがゆえに、ね、身分高き者はちゃんと学問をしてくださいと言って住職心得箇条99箇条これを彼女にあげたんです。実はこの佐藤一斉がお書きになった原始四録の付録としてついてる本なんです。もし田中真紀子さんが佐藤一斉先生並びに原始四録を1ページでも開けてたらですよ、住職心得箇条をもらった、ほわすげえありがたいと思ったはずなんですけども、真紀子さんはその分冊された小冊子をもらって、こんな江戸時代のカビの生えたような本はいらないって投げたんです。これが一国のですよ、世界に表出てく外務大臣の知能だったんです。これを私は民主党も自民党を開いただったから、今民主党さんのところで講義やってます。今はやってるから。で、この連中に原始四録ぐらい知ってんだろうなという話になります。少しは読んでるのかと。これはですね、まあ、私も翻訳本出してますから、読むと大変勇気づけられる。一番面白かったのですね、例えば一刀を掲げて暗夜を歩く、一番有名なものですよ。一刀を掲げて暗夜を歩く、その暗夜を憂うことなかれ、一刀に頼め、とこの短い文章。これは要するにこの一刀、一つの明かり、これは自分の志だと。その一刀、世の中とか人生とか社会とかいろんなもの、真っ暗闇の時が来ると、その真っ暗闇でも自分の持っている志という火があれば、その暗夜は恐ろしくないと、その一刀、志を信じろという本なんです。これはすごいです。で、この時に彼の小説の名人と言われた志賀直哉さんという方たち含めて明治教養人たちはこの原始四録みんな読みますから、読んだ時に暗夜航路という名作を書いたんですよ。これをこの流れの中で佐藤一斉の文科生で、例えば西郷隆盛はどうしたんですかって言ったら、西郷先生があの沖の選ぶとで徳之島と流されていった時に、ね、持っていくものは氷に詰めた本何百冊、その中をの中で佐藤一斉先生がずっとメモ的にお書きになったこの原始四録1322条かなと、そのぐらいの中から101条を選んだのが南州王首相で、101条っていう本が出てる。これはもういい本です。これは心の魂を磨きますから。で、上に立つ者はせめて言葉でもいいからまず磨け、で言葉で磨いたら次はこの行動に移せという発想なんです。で、例えばこの論語をいくら全部知ってたところでどうってことないんですよ。こんなもん、これをいかに行動に移すかですから。例えばですよ、うちの塾生たちも先生に一本も捨てたもんじゃありませんねって、どうしたって、いや去年の暮れはあのタイガーマスクという人が現れて貧しい子供たちにプレゼントいっぱいあげましたと、大変素晴らしいと、日本人も結構な人ですねと、これがある市役所を若造が言ったから頭きた。あれはマスコミがそれをまあ美談として取り上げた。しかし心ある人は基本的にはほとんどそういうことをしてるんですよ、我々含めて。しかしボランティアは言葉で表したら陰徳から反じます。宣伝のために我々はやってるわけでもないし、売名行為ではありません。だからいいことは陰に隠れてやるのが基本で、
それに驚くようなやつは何もやってなくて、ああ日本人はいい人が多いなという発想。論語を読んでも多分そういうことを書いてある、ね、一生懸命考えろ。しかし先ほどから問題してるのはその後どうするんだよと。大河マスクの話聞いておーすごい感心したのか。はい感心しようして日本人いい人だと思いました。お前はそれどうしたんだ。いやそれだけだ。学んでねえんじゃねえか。我々は常に何かを知り上げたら自分もそれと同じように行動を起こすと言ってるんじゃないの。そうすると市役所連中の中でお前が率先して自分たちも、ね、自分たちも1000円でも1万円でもいいからカンパし合ってそういう寄付金を集めてやりましょうってなんで言わねえんだ。